うくん、秋晴れ。あ、ね、金曜日さ、飲みに行かない？駅前にね、新しいお店がオープンしたんだって。いや、今月あんま金ないし、ゲーム全クリしたいしさ。あれ、定期どこやったっけ、俺。定期？時計はある。定期。定期。あ、あった。こ、はい。おー、ありがとう。今日晩ご飯食べたいなったら。何でもいいよ。分かった。いってらっしゃい。和子も食探し、さっさとしといてよ。私が誘った時はお金ないって、飲むくらいならゲームしてたいって言ってたくせに、アパートの更新料も私が立て替えたままなのに、毎月の水道代も食費も。今日は寒いけど秋晴れで気持ちいいですね。ああ、5分でいいから和子さんに会いたいな。監督になる前何してたのかって気になりません？ほら、沖原監督みたいにバイトしてたりするし。ごめん、イコ君、もう行かなきゃ。あと5分だけ。こんな関係いつまでも続けられるとは思っていない。だけど私、イコ君と会うことでフー君とじゃ満たされないところを補えてるよ。それで私たち二人がうまくいくなら万々歳だよね。仕事見つかった？あ、なかなか決まらなくて。どこか紹介できそうなところないか探してみるね。和子ちゃんも32だもんね。正社員は厳しいかもね。ありがとうございます。ふーたにも頑張ってもらわないとね。あんたたち二人には幸せになってほしいんだよ。80万は絶対切らないつもりだったのに。ふーくんはさ、貯金貯まった？ま、部屋の更新料くらいは余裕だよ。家賃振り込んどいてくれた？忘れた。ほら、和子は今暇なんだからさ、それくらいちゃんとやっといてよね。ごめん。よ、なんだろう、頼りないのはお互い様なのに、フー君が憎たらしくてしょうがないよ。
ちょっと順に聞きますが、あなたにとって幸せとは何ですか？子供と一緒にいる時間が一番幸せです。仕事も家庭も両方充実させてこそ幸せだと思います。私にとって幸せってなんだろう。殻入っちゃった。